皆さんこんにちは、ラバーダックです。東京限定雑学、今回は東京の観光名所にある、芸術作品、彫刻であったりアート作品をいくつか見ていこうかなと思います。皆さんも知っている有名なものばかり4つ集めてみました。ということでやっていきましょう。まず毎回スタートはなるべく、皇居からスタートしたいと思っています。で、皇居からですね、西に行きますと、こちら新宿駅があります。で、新宿駅の下南側ですねには、明治神宮の森、そしてここ一帯は原宿という町です。で、原宿からですね、さらに南下していきますと数々の道路が交わる地点があります。で、ここがですね、渋谷というところです。昔はですね、平成の時代には若者の街として注目を浴びていましたが、最近ではですね、この辺りの一帯の不動産を持つ東急グループがですね、もう少し年齢層の高い大人向けの街にしようと絶賛再開発中です。で、そんなところのですね、ふもとにあるのが、スクランブル交差点ということで、世界で最も多分有名な交差点なんじゃないかなと思うんですけれども、意外とそこまで大きな交差点ではありません。まあ、4車線ぐらいですからね、そこまで超巨大な道路というわけではないので、行ってみると意外と拍子抜けするかもしれません。で、そこのですね、近く、これ渋谷駅の、駅舎の下あたり、横のところに見えるのが、よいしょ。はい、こちらになります。まず一つ目ですね、こちら忠犬ハチ公像です。で、皆さんカメラ向けてますが、これは忠犬ハチ公に向けてるわけじゃなくて、ここに猫ちゃんがたまたまいるみたいで、向けてるみたいですね。はい、こんな感じなんですけれども、このハチ公像はですね、1934年からこの場所に置かれています。まあ、正確には渋谷の駅前に置かれているということなんですけれども、この犬自体はですね、実際にいた1923年から35年まで生きていた、犬です。で、この犬はですね、柴犬に見えますけれども、実際には秋田犬という、まあ、柴犬よりも、一回りとか二回りとか結構大きな、タイプの犬になりまして、この犬がですね、1歳の時に秋田からですね、東京へやってきました。で、飼われたのはですね、東京帝国大学の教授であった、上野英三郎さんという方ですね。で、東京帝国大学は現在でいう東京大学なんで、まあ最高学府、なんですけれども、そこの教授が、飼っていた犬になります。で、まあこの犬はですね、非常に上野さんのこと大好きだったようで、上野さんが上野にある、東京大学から、自分の自宅のある渋谷に戻ってくる際、その戻る時間にはですね、必ず蜂が待っていたという形でした。しかしですね、こんな生活はたった1年で終わりを迎えてしまいます。上野さんはですね、脳出血によって1年後、他界してしまうんですね。ただその後もですね、ハチは毎日毎日この渋谷駅に上野さんを迎えに待ち続けることとなります。これがですね、新聞で、投稿されることになり、一躍有名になって、その姿があまりにも愛らしいということで、1934年に銅像として建てられたという形になります。で、このですね、犬の銅像というのはなかなか珍しいわけなんですけれども、同時にですね、これ34年に建てられてますが、ハチが亡くなった死んだですね、死んだのが35年なので、まあ生きてるうちに銅像が作られたという、なかなか珍しい例として、こちらは昔から注目されています。で、このですね、今立っているこのハチ公像は実は2代目でして、1代目はですね、非常に不運に見舞われてしまいます。まあ、1代目が、作られたのが34年なわけなんですけれども、その後太平洋戦争に突入しますと、日本は、まあ、物資をなかなか作ることのできない国であったため、金属が、非常に足りなくなります。その結果ですね、金属拠出といって、まあ、家庭にある、鉄鍋であったり火鉢であったりをこう拠出して、それを元にして、軍の兵器を作るという形になるんですけれども、もちろんこれも金属でできていますから、その対象になるわけですね。ただ、まあ、この愛らしい犬というのをこう壊すのは忍びないと
ということからですね、まあ、一応溶かされるということにしておいて一度撤去し、その後保管しておいて戦争が終わった後にまた、この場所に置いておこうという計画をすることになります。そして実際ですね、まあ、保管という形で撤去されるわけなんですね。でこれでまあ戦争が終わったらまた出してこようということで計画を練っていたんですけれども、不運に見舞われてしまうのは1945年の8月14日、それはつまり終戦の1日前ですね。1日前にですね、何かの手違いかなんかで国鉄によって、溶かされてしまうことになります。で、これが鉄道の車輪となって、まあ、走り始めるという形になってしまいます。あと1日でもね、遅かったらそういうことはなかったんでしょうけれども、非常に不運に見舞われてしまいました。で、その後ですね、1948年に、まあ、焼け野原になっていた東京が徐々に復興していく中で、復興のシンボルとして、掲げられたのがこのハチ公像2代目となりまして、その2代目が今日になってもここにあるという形になっています。でですね、この2代目一応なんですけれども、はい。昔はこの辺りにあったみたいなんですけれども、1989年に今の場所に移設されました。はい。こんな感じですね。で、このハチ公、ここに待ってるわけですけれども、上野さんはもう二度と戻ってこないわけですよね。で、ずっと待ち続けてるというのはあまりにも忍びないということでですね、2015年に、新たなるプロジェクトが始まり、そのプロジェクトの完成の日をもってある結果を迎えることとなります。それがですね、ちょっと、また俯瞰してきまして皇居の側に戻ります。で、皇居の側に戻りまして、そこからですね、北の方に向かっていくと見えてくるのが上野という町です。で、上野にはですね、何を隠そう、はい、東京大学があるんですね。で、東京大学のですね、この広大なキャンパスのですね、橋の方に、橋といってもどこが真ん中かわからないのでなんですが、あるものをが完成することとなります。はい、こちらですね、上野さんが、勤務していた東京大学の敷地内にですね、上野さんとハチが再会する様子を作ったこの銅像が鋳造され、ここに設置されることとなるわけです。これは非常にですね、まあ感動的ということで、当時東京では話題になったものになります。で、まあ、ハチはですね、先ほども言ったように秋田県なので、結構大きいというのがわかりますね。こんな感じで。で、ここではずっと、お互い寄り添い続けられるということになっています。まあ基本的にこれ大学の校内ですから、まあ入ることもできるのだとは思いますけれども、まあもしね、機会があったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、まずハチ公のお話でした。はい、では続きまして東京大学の、はい、近く、先ほども申し上げた通りに、よいしょ、ここですね。はい、ここには上野の町があります。そして上野公園ですね。ここはですね、東京というか日本で最初の公園ということで明治に作られた公園なんですけれども、そのですね、ほとりのところにあるのが皆さんご存知の、銅像になってます。日本でも多分 1,2 を争うぐらいに有名なものなんじゃないかなと思うんですけれども、よいしょ、見えるかな。ちょっとこの画像は暗いな。もうちょっと明るいのが欲しい。この辺りでどうでしょうか。よいしょ。はい、見えてきました。こちらですね。はい、西郷隆盛像です。西郷隆盛はですね、1827年から77年まで51年の生涯を、まあ、生きていた方なんですけれども、皆さんも多分、ご存知ですよね。西郷どんなどであった、まあ、薩摩藩の、ちょうど幕末に生きた方で、この方と、まあ、様々な人によって、明治へと。時代が移行していくという形になります。で、まあ薩摩の人ですから、東京にゆかりがあるのかといえばそこまででもない
感じをするんですけれども、なぜ上野に建てられたかというとですね、こちら上野戦争というのがかつてはありまして、幕府と、薩長軍が戦い合って、まあ薩長の方が勝利するという戦争があったんですけれども、その際の指揮官が、この西郷隆盛であったことから、まあその西郷隆盛の死後、20年ほどが経った1898年にこちらは作られました。でなぜかですね、本来はこの姿ではなくてですね、本来ここに立つはずだった西郷隆盛像は馬に乗っていて軍服を着ているという非常に凛々しい姿のはずでした。しかしですね、結局この形になりました。それはですね、まず馬を作るのは値段が高すぎたという形があります。まあ寄付を募ったりした関係でですね、ちょっと馬を鋳造するには、ちょっと値段が高すぎるなという形になったので、まず馬は省かれました。で軍服を着てる姿ではなくなったのはですね、まあこの方はまあ明治維新にまあ非常に直接ゆかりのある方なんですけれども、もともとはこう新政府薩長の側に立っていましたけれども、最終的にはですね武士の側について、まあ時代とともに負けて自害するという形をとります。なのでその後の新政府にとってはあまりまあね、自分たちと共に、まあ、明治維新にこう日本を、ね、進めてくれた方ではあるけれども、最終的には、まあ、自分たちの、ね、敵になったわけだから、まあ、尊敬の意味はあるけれども、その軍服を着せるというのはいかがなものかというのがありました。それなので、この浴衣姿というものに変わったそうです。はい、なのでちょっと威厳はないんですけれども、逆にですねこの姿普通の銅像ではありえない姿なので、現在までね、有名で、そして多分日本でも一二を争うほど有名な銅像となっているんじゃないでしょうか。でちなみにですねこの銅像、まあ雑学なんですけれども、頭のところは高村光雲という非常に高名な、彫刻家によって作られています。でこっち側が体はですね岡崎節制という、まあ、東京に住んでる人ならば、日比谷公園に鶴の噴水があると思うんですけれども、あの鶴を作った方が、作りました。そしてですねここの犬は、後藤貞之というですね、楠木正成像、ちょうど皇居にあるんですけれども、その馬を作った人物が作りました。なので1人ではなく3人の合作であったりするんですね。でこれで興味深いと思います。でですね、まあ歴史を少し知っている方ならですね、この西郷隆盛の隣にいる犬はツンだろうと、ツンというまあ愛犬だろうと思いきやですね、実はこれツンではないらしいんですね。これはただの薩摩犬というもので、まあ本物のツンとは、性別も違うという形で、なんとなく、まあ、凛々しさをこう優先してこの犬にしたそうです。はい、なので実はこの西郷隆盛が連れている犬はツンではないという雑学を、まあ、一つ知っておくとね、また面白いのかなと思います。ということでこちらが西郷隆盛像です。はい、では上野から次行きたいと思います。またですね一旦ちょっと皇居に、場所的には戻っていきたいなと思いますけれども、皇居です。で皇居からですね、はい、下の方行きますと南に南下していきます。で以前ですね、一番最初の方の動画でご紹介した品川というのがあると思います。ここですね。でここからですね海沿いに向かっていきます。海沿いに向かっていくと非常に大きな、港が見えると思います。で港のあたりですね、レインボーブリッジが見えるわけなんですけれども、レインボーブリッジ、を通して反対側対岸に向かいます。で対岸に見えてくるのがこちらがお台場ですね。はい、大きな、まあ、商業施設がたくさん立ち並ぶ、観光地でもあります。でこのお台場のですね、非常にこの下の部分、まあ、人々が行き交う海岸のところにあるのが、よいしょ、大丈夫かな、大丈夫そうだ、ちょっとでもずれたな見えるでしょうか。今見えたね、今見えましたが、よいしょ、もうちょっとこの辺りで、この辺りで行きたい。なかなか難しいんですよね、この。これでいいか。
はい、こちらです。自由の女神像ですね。これ多分お台場を訪れた人何なんだろうなと思った方がいると思います。そしてですね、少し知ってる人なら、まあ多くの人は知ってると思いますが、これがですね、ニューヨークにある自由の女神と全く同じようなものだと、知っている方は多いと思います。ところがですね、これニューヨークの自由の女神の縮小版かと思いきや、実は違うんですね。これはですね、パリの、セーヌ川にある自由の女神と全く同じものだそうです。高さはですね、17メートルほどありまして、これはですね、シンガポールのマーライオンの2倍以上の大きさになります。なのでマーライオンより全然迫力はありますね。なのでぜひ訪れていただきたい場所なんですけれども、このですね、自由の女神はもともとですね、1998年から99年に日本のですね、まあ事業、パリ、フランスとの、まあ、なんていうんですか、交流事業の一環としてここにやってきました。で、もっと昔の話をするとですね、もともと自由の女神、アメリカのニューヨークにある自由の女神はですね、1894年にですね、失礼、1884年にですね、アメリカの独立100周年を記念して、フランスからアメリカに送られたものになります。でですね、そこれが、まあ、ニューヨークに立ってるわけですけれども、その5年後ですね、5年後にですね、ちょうどフランス革命から100周年が訪れます。その時にですね、まあ、パリに住むアメリカ人の方たちが、まあ、以前ね、この自由の女神を送ってくれたんだから、このパリ、フランス革命100周年にあたって、自分たちも何か、逆に贈り物はできないだろうかと考えた結果ですね、この、自由の女神像の元々のですね、まあニューヨークに送る際に作られた原型、現像モデル、一番最初の原型のモデルを使って作った、自由の女神像を、まあフランスのパリに送ることとなります。で、それがですね、現在でも、フランスパリにあるんですけれども、それが、こちらの元のモデルになってます。で、その像がですね、その98年から99年の、フランスと日本の交流の、一環、いわゆるですね、日本におけるフランス年と言われているその交流年間だったんですけれども、その際に、フランスパリから日本までわざわざここにやってくることとなりました。で、その当時非常に話題となりまして、本来であれば1年限定ということで、98年から99年まで置かれる予定だったんですけれども、あまりにもですね、これが人気だったため、もうちょっと長く置いておきたいと、できれば永続的に置いておきたいということになりまして、これをですね、フランス政府に掛け合いまして、その結果としてですね、これと全く同じ、フランスにあるやつと全く同じものをもう1体鋳造してもらえることになりました。で、鋳造してもらって、日本に新しくまた2000年にやってきたのが、この現在の、自由の女神像になります。はい、そして、ここからですね、数年余りの間ここを見つめ続けているというわけです。非常に写真映えするので、皆さんもぜひね、レインボーブリッジがちょうど見えますから、そこと一緒に撮ってみてはいかがでしょうか。はい、これがお台場の自由の女神像でございました。さて、では最後にですね、もう一つ注目のものをお見せしたいなと思いますけれども、はい、バンクシーの作品が東京で発見されたという話を聞いたことがあると思います。さて、ではそこはどこなのでしょうかというのを最後お話ししておきたいんですけれども、ここお台場ですね。お台場のまた東京向きに対岸に戻っていきたいと思います。で、お台場のですね、ちょうどレインボーブリッジがここにあるんですけれども、レインボーブリッジを少しですね、公共側に向けて動いていきます。するとですね、まあ、客船ターミナルがいくつか見えるんですけれども、ちょっと脱線するとですね、ここはですね、交通系 YouTuber の方がよくサルビア丸とか、伊豆諸島に行くときに、船に乗るための、まあ、ここがちょうど竹芝桟橋と言われる場所ですね。ここからサルビア丸などの船が出ているという形になります。はい。で、そこのですね、少し、新橋寄りに行きますと、こちらが日の出という場所になります。で、ここにゆりかもめの駅があるんですけども、バンクシーの絵が見つかった場所は、
こちらになります。ちょっと見てみましょうか。はい、こちらです。ちょっとわかんないですかね。少しこれ拡大してみましょう。ちょっと見えますかね、この通行止めと書いてあるところの2のですね、下、黒いシミが見えますよね。これがバンクシーのネズミと傘という作品です。で、このストリートビューなんでここに映ってるかっていうとですね、実はこの、ネズミと傘という作品は10年ほど前からここに書かれていたそうです。しかしですね、バンクシーというのはあのシュレッダーで、切り刻まれるまでは日本ではあまり有名ではありませんでした。まあそれ以前からですね、エグジットスルーザギフトショップという、まあ、作品で、世界的には有名だったんですけれども、まあ日本ではそこまで有名ではなかったと。しかし、まあ、あの、シュレッダー事件があってから一気に注目が集まりまして、そしてここの作品も注目されることとなったわけです。でですね、現在ではですね、これ、切り取られてというか、この2の部分は剥がされて新しいものに変わってしまって、現在ではここ見ることはできませんけれども、その後と、昔そうだったという姿を見ることは、今もできます。で、これは多分時代が、時期が違うので、こんな風に、はい、見えなくなってますね。これ、時期によって見えたり見えないと、見えなかったりとするわけなんで、ちょっとこれは面白いのかなと思います。この女性が多分ね、この写真にはいなくて、こっちにはいることから、これが意図的にもしかしたら残されてるのかもしれないですね、このストリートビューとしては。こんな感じになっています。はい。ぜひね、ここを訪れてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかを何回も言ってますけれども、今回はですね、東京の観光名所にある芸術作品をご紹介してきました。皆さんもね、ぜひ東京に訪れた際は、見てみて、先ほどの知識を思い出してみてはいかがでしょうか。ラバーラックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。